小さんのものなんですけど、私の大好きなメーカーさん、このキューブ型を使ってキューブ状のめっちゃ可愛いビクトリアケーキを作ろうと思います。多分めっちゃ可愛く仕上がると思います。生地を私のお気に入りの紅茶さんの紅茶を生地にして、中のサンドするクリームをマスカルポーネとカシスのジャムをちょっと作って、ちょっと異世界風な可愛いケーキです、きっと。それでは作ります。私の誕生日でした。
じゃん、カーレックス今日も使います。180度に予熱したオーブンで重しを乗せて10分、重し外して5分焼いて平らにしていきたいと思います。もうちょっと焼き色つけたかったですね、本当は。まあいいや。怖い怖い怖い、飛んでっちゃうよ、型外れ良すぎて。このぐらいの濃さが好きだな。これを完全に冷まして、マスカルポーネクリームとカシスのジャムみたいな、ジュレみたいなのを絞って完成です。これはちょっと冷ましておきます。ちょっと砂糖を加えないと本当にえぐみしかなくて美味しくないと思うので、やっぱりちょっと砂糖は加えてください。めっちゃ美味しいと思う。めっちゃ美味しい。なんか異国の味って感じがする。